どうも、みざましです。というわけで、マーシーが送ります。バンドリー。さあ、今年もやってきましたね。皆さんが待ち望むカバー曲。はい、今回もアンケートを取らせていただきまして、そのアンケートの中でも最も票数が多かった10曲紹介していこうかなと思います。第10位、ただ君に晴れ、53票入っておりました。ヨルシカさんの楽曲でございますね。 YouTube の MV ではね、9000万再生されているというね、とんでもない数字を持っている MV でございますけれども、このランキングはちょっと珍しいタイプの楽曲が入ってきたんじゃないかなと思いますけれどもね、希望バンドとしてはパステルパレット、そしてモルフォニカが多かったです。第9位、ピースサイン、59票でございます。こちら米津さんの楽曲でね、僕のヒーローアカデミアのオープニングとして非常に有名な楽曲でございますけれどもね、どうですかね。まあ米津さんの楽曲はまだガルパでこうカバーとかされてないので、まだ難しいのかなというところではあるんですけれども、希望バンドとしてはポッピンパーティー、そしてアフターグロー、もしアフターグローがねカバーするとなったら非常にね面白い展開になってくるかなと期待しております。そして第8位、初登場、青空のラプソディ、とうとうここに来ましたね。小林さんちのメイドラゴンのオープニングで有名な楽曲でございますけれども、私もですね、実はガルパのアンケートでカバーしてほしい楽曲なんですかというと、毎回この青空のラプソディ選んでおります。希望バンドとしてはポッピンパーティー、そしてハローハッピーワールドが多かったです。第7位、背景、ドッペルゲンガー、昨年に続いてトップ10ランクインでございます。100票獲得しております。やっぱりケムさんの楽曲でございますから、6兆年と一夜物語、すでにガルパで実装されることを考えると、やはりこの楽曲もいつかはガルパに来てくれるんじゃないかなと期待はしておりますけれどもね。希望バンド、いろんなバンドありましたけれども、一番多かったのはロゼリアとアフターグローが多かったです。第6位、こちらも昨年に続いてトップ10入り、ゴーストルール、113票を獲得しておりました。こちらデコさんの楽曲で、デコさんといったらね、ガルパでは夜行性配置とかありますから、かなりね可能性あるんじゃないかなと思っているんですよ。そしてこちら希望バンド、いろんなバンドあったんですが、やっぱり一番強かったのはロゼリアとレイザースレンが一番希望としては多かったです。第5位、こちらは初登場、グレンゲ、120票でございます。リサさんのね、もう鬼滅の刃のオープニングですよ。2019年のね、代表するアニソンの一つと言っても過言ではないんじゃないかなと思いますけれども、まあそうですね、リサさんね、本当にいろんな有名なアニソンね出していますけれども、まだ一つもガルパでカバーが来てないということは、多分大人の事情でいろいろとできてないっていうことなんじゃないかなと思うと、まだまだ当分先なんじゃないかなと個人的には思っておりますけれども、希望バンド、いろんなバンドありましたけれども、一番多かったのはロゼリアでございました。そして第4位、こちらはもう定番ですね、君の知らない物語、142票ということで、毎回、この曲はもう皆さんからもうリクエストが届いてやまない楽曲でございますけれどもね、もう本当にいつカバーされてもおかしくないんじゃないかなと思ってはいるんですけどもね。はい、というわけで希望バンドはですね、本当にいろんなバンドがあったんですが、まあ、一番多かったのはやっぱりポッピンパーティーとパステルパレットが一番多かったです。第3位、こちらは初登場、夜にかける、182票でございました。昨年ね、夜遊びさんが出した曲ですけれども、衝撃を与えたと言っても過言ではないね、すごいいい曲でございますよこちらね。希望バンドとしてはポッピンパーティーが出ておりましたけども、ちょっとね、夜にかけるというところを見ると、モルフォニカとかもねいいんじゃないかなというところでね、モルフォニカも多かったです。そして第1位です。そうなんです、第1位はなんと2曲あるんです。まずはコネクト、206票でございます。こちらクラリスさんのね楽曲ですが、もうこれもね、君の知らない物語と同様に毎回皆さんがリクエストしてくれる楽曲でございますね。もうこの楽曲もね、そろそろ実装されてもおかしくないと思うんですよね。はい、希望バンド、本当にいろんなバンドがありましたけれども、ダントツで多かったのはパステルパレットでございました。そして同じく第1位、火花、206票でございました。こちらはボカロでね、またデコさんの曲でございますけれどもね、まあロキがね、今までずっと1位だったんですけど、ロキが実装されて、次はどのボカロがこう上がってくるのかなと思ったら、火花がねものすごい勢いで票を獲得しておりましたけれどもね、まあ火花、これもね、やっぱガルパで実装されてもおかしくないんじゃないかなと思うんですよね。そして希望バンドはですね、こちらもいろんなねバンドが選ばれておりましたが、最も多かったのはやっぱりロゼリアとアフターグローでございました。そしてこれはですね、ちょっと私個人的な思いなんですけれども、この心得というねメジャーのオープニングだったんですけれども、この楽曲がね私の青春の曲でございまして、ぜひこの曲をですね、まあ、ポッピンパーティーかアフターグロー、非常に似合うと思いますので、ぜひともカバーしていただければなと思います。届けこの思い。